よく晴れた天気になりました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの7回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちら守ります。1回の裏、タイガースの攻撃です。小笠原、タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。ドラゴンズ、真由美打席に入ります。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。さあこの痛烈打球は切れてスタンド、切れました、ファールボール。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば先制、ポール際切れました、入っていれば先制というところでした。低めはボール、これが4球目、打ちました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。バッターは松永、昨日はなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。サード取った、これで3試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターは注目のルーキー八木、昨日のゲームはホームランを含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、ナイスセーブ、盗塁成功、チリ盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。これで先制点にぐっと近づきましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。引っ張った、サードゴロです。サード取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあそして打席には石峰入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですよね。初球は何で来るか、打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球の突き刺さった、先制のツーランホームランです。タイガース、これで3試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。タイガースが先制しました。2対0になりました。主砲の一振り、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、もう本当に期待通りですよね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。バッターはアリアス、前回のゲームでは無安打に終わっています。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。これが2球目、低めの際どいところですが外れています。ボール先行です。打った、レフトバックする、バックする、レフトオーバー、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー二塁、まずはボールから入りました。さあ2球目は何か、打ちました、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、3対0タイガース、なおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。またしても点を加えます。次第に点差が開いていきます。
さあ、そしてバッターボックスには梅野が入ります。さあ、チャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さて赤星さん、バッターの梅野対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、引っ張った、サードの左抜けました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、4対0タイガース4点リードとなりました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。できればこの回で大きく勝ち越しておきたいですよね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは注目のルーキー亀山、昨日のゲームでホームランを含む4安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。ファウルになります。スライダーが決まります。ノーボールツーストライク、打ちました。これはどうか、セカンド取った、一塁送球します。これで5連打ツーアウト二塁一塁。ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。これは見送ってボール、打ちました。痛烈な打球、またファウル。インコース詰まりました。ここはフライになっています。強打が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで先手を取りました。2回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。真由美バッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたい。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。まずは簡単にストライクが来ました。次が2球目、真ん中ですがタイミングが合わなかったでしょうか。すぐに追い込みました。ここはランナー返せません。ワンアウトランナー2塁と変わります。さあ、そして打席には八木入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですよね。バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は4割8分2厘となっています。いや、すごい数字ですね。まあ、クリーンアップも打ちました。いい打球だ。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った打球、見事な一発が飛び出しました。その差を6点と突き放しました。期待。打った、左中間に大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁。まず何を投げてくるか、真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。6番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっ、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これがチーム3本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース8対0、見事な一発が飛び出しました。7番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。
タイガースホームランで得点を挙げています。ワンボールツーストライクです。打ちました。浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになりました。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。打順は8番亀山。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。本当にそうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。走ってきた。ヒットエンドラン。セカンドうまくさばいて一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。2回終わって8対0。これから3回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラ赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる印象がありますね。本当そうですよね。甘い球を見逃しません。ちょっと合わないようです。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って真由美。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。アウトコース外れます。ファウルになります。今の球は仕留めたかったですよね。そうですね。ファウルです。打った。堂上掴んで一塁アウト。バッターボックス松永。今日は盗塁が一つあります。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球はボールになりました。打った。強打取って、これで2試合連続のマルチヒット。2アウトランナー1塁。3番バッター八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。滑り込んでアウト。盗塁失敗。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐんだ。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。9対0。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。4番バッター石峰、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のドラゴンズの先発は序盤大量失点で交代した小笠原。今日はベンチに追いついた。バッターは5番アリアス、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトになっています。初球ボール。ファウルになります。3球目は何で来るか。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは6番和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。アウトコース打ちました。ショート取った。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。4回終了9対0。タイガースのリード広がっています。5回の裏
これから5回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。梅野がバッターボックスに入ります。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は打ち上げた、浅いフライ、ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスは8番亀山。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウト、打ちました、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ、右中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。さあ打席には先発の土屋入っています。ここまでいいピッチングしてるんでベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ファウルです。高めに来た変化球ですが空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。真ん中打ちました、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、土屋ヒットが出ます。ランナー三塁一塁となりました。打順は1番に帰ります、バッター真由美。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですがここはまたチャンスになりました。打った、大きな打球になった、さあどうだ、真ん中左中間破っていきました、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、10対0、タイガース大量リードとなっています。打順は2番松永。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。はい、バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。そうですよね。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。いやー赤星さん、3球目打ちました、ヒットになった、ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、11対0、タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。この八木、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていい。打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、梅津、ツーアウトになりました。タイガース1点追加します、アウトの間に得点、12対0、タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックスは4番石峰。タイガースゴロの間にランナー帰っています。まずは変化球から入りました、打ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファウルボールです。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は4割、打ちました、大きな打球になった、レフトバックする、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました、これが今日2本目のホームラン。追い込まれてからの変化球、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。これぞ4番という仕事をしてくれました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。打席には5番バッターアリアス。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。そうですね。打ちました、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、キャッチャーボールをこぼした、タイガース1点追加します、センター前のタイムリーヒット、15対0、タイガースちょっとドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の木下。さあマウンドを任されたのは木下、今シーズン5試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。一塁はセーフ、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。やはりそうです、ね、打ちました、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフト深いところ破っていきました、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します、レフトオーバーのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。8番バッター亀山、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。
これは変化球。落とした。これは空振りです。ワンボールツーストライクです。チャンスの場面振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。しかし、それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏ツーアウトで2塁にランナーを置いて4番バッター石峰、甘い球を見逃しませんでした。タイガースこの一発で先手を取ります。先発の土屋バッターボックスです。まあやはり好投しているんでもう少し引っ張りますよね。そうですね。打ちました。ヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。2球目打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには2番松永、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。打った、高く上がった。この当たりはどうか、右中間真ん中破りました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。三塁を送ります。ファーストランナーもホームイン。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは3番八木、先ほどの打席で打点を挙げています。まあ点が入ったの良かったですけど、打ったスタンド一直線、文句な、入ったツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガースさすがクリーンナップという一発でした。バッターボックス石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ここは打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一発で1点を追加します。大きく点差が広がっています。打順は5番アリアス、前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。バッターボックス和田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ち上げました。ファールグラウンドへのフライです。初球から積極的に行きましたが、最後いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。あっという間に2ストライクです。追い込まれてるんで際どいところは手を出していかないといけませんね。なるほど、打った、内野を抜けていきます。これで3試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。さあまず1球目走ってきた。キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター真由美、前の打席はジャストミートでしたよね。はい、打った、大きな打球になった。伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これで3連打、ワンアウト3塁2塁です。バッターは2番松永、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。打ちました。センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット。ドラゴンズピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは三嶋、今シーズン15試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。
あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターは4番石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。デッドボールのランナーが出て二塁一塁となっています。今日はバッティング絶好調。3本引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。ホームに送球。これで3打席連続のヒット。ワンアウト満塁です。バッターボックスには5番アリアス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。これは内へ外れます。落としてきた。落ちる球で空振りを奪います。ワンボールツーストライクです。これは見送ってボール。バッターのアリアス、今シーズン得点圏での打率は5割6分7厘となっています。素晴らしい数字だと思いますね。打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った。セカンドランナーも今ホームイン。ファーストランナーもホームイン。タイガースが突き放します。走者一掃、鮮やかなタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターは6番和田。今日は盗塁を1つ成功させています。初球ティー、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。バッターボックスは7番梅野。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになっています。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で。8回の裏タイガースの攻撃です。さあマウンドを任されたのは祖父江。今シーズン9試合目の登板です。2試合連続の登板となります。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは今日の先発ピッチャー土屋。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。ランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。打ちました。ヒットになった。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。強打。二塁送球。セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナータイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとう。
今日は晴天に恵まれました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの8回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか。まあそうですね、そろそろ負けるんじゃないかなんていうことを考え出しますね。なるほどね。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズバッターは亀山。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。そうですよね、本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。はい、さあ今日も続けることができるんでしょうか。先頭バッターとしての仕事をしたいところ、はい、初球空振りです。落ちる球、これが3球目。高めのボール、打球は右中間へ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは和田。昨日のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。吉見、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、タイミングややずれています。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。これはどうだ、ショートの左抜けました。これで10試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは注目のルーキーバース。前回のゲームでホームラン3本を含む4安打。ファーストランナースタート。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、走ってきた。キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いやー、さすがという走塁でしたね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。全くその通りですね。さあ4球目は何か。打ちました、いい当たりだ。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん打球、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これで7試合連続のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。タイガースが追い上げます。3対2になりました。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、期待通りのバッティング、ホームランで点差を縮めます。いやー、彼らしい思い切りの良さが出ましたね。これで1点差に迫りました。バッターは石峰。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですよね、今迷いなくバットを振れてる感じがしますね。ああ、なるほど。さあ今日も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。初球時、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3連打。ワンアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキーオマリー。前回のゲームでは無安打に終わっています。タイガース同点のランナーが出ています。これが1球目。走ってきませんね。改めてお聞きします、このオマリー、どういったタイプのバッターでしょうか。打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。なるほど、そうですか。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで4連打。ワンアウトランナー2塁1塁、打席には6番バッター八木。タイガースこの回2点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。
ファウルボールです。バッターボックスの八木、今シーズンの得点圏打率は4割9分1厘となっています。ツーストライクです。インサイド打った、ショート取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。ゲームはこれから2回の裏に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、新庄打席に入ります。タイガース1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。引っ張った、福田、これはサードのエラーです。先頭バッター出ました、タイガースノーアウトランナー1塁です。8番バッターはキャッチャー梅野、昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね、バットが惚れてましたからね。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功、きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。いや痛いですね、同点のランナーですからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、ワンボールツーストライク、まあ、ここは自信のある球をボール気味に投げ込めばいいですね。なるほど、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。ワンアウトにはなりましたが、それでも同点のチャンスは続きます。さあバッターボックスには先発の藤浪が入ります。まあ、自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。ファウルです。ファウルボールにご注意ください。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。抑えてツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには亀山入ります。チャンスに強いバッターに回りましたね。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。初球打っていった、ワンバウンドヒットになった、同点のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース追いつきました。3対3、試合を振り出しに戻しました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。これで両チームの得点が同じとなりました。打席には2番バッター和田、先ほどの打席でヒットを放っています。タイガースこの回同点に成功、攻撃は続いています。小宮山さん、仕掛けてくるんでしょうかね。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。いやーさすがという走塁でしたね。これでワンヒットで勝ち越されてしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。そうですね。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。勝ち越しのチャンスだったんですが、得点には結びつきませんでした。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。2回、先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ちょっとすっぽ抜けた感じです。低め外れました。ボール先行です。ファウルになります。大きく外れました。フルカウントです。変化球空振り、ワンアウトです。打席には4番バッター石峰、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。2球目は何で来るか。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライクです。
ファウルになります。まあここはバッターの狙いが読めていれば勝負してもいいですよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました、ファールボール。切れました、ファールボール。真ん中打ちました。ファールグラウンドへ打ち上げていますが、ここもファールです。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。5番バッターオマリー、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました、切れました、ファールボールです。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し。入った、ホームラン。勝ち越しのツーランホームランです、タイガース。これがチーム2本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いや本当にうまく反応しましたよね。序盤から勝ち越しに成功、流れを作っていけるんでしょうか。打順は6番八木。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ショートゴロ、併殺打に終わりました。タイガースホームランで勝ち越しています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。引っ張った、取った、一塁へ。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり足が。2球目打ちました、ここはフライになっています。サードが構えます。福田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。3回終わって5対3、タイガースが勝ち越しています。先発の藤浪が打席に入ります。相手はピッチャーですから確実にアウトを取らないといけませんね。そうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました、ショート取った。これが今シーズンの初ヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。打順は1番に帰ります、バッター亀山。先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。いやー、対戦金のタイムリーでしたよね。見事でしたね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーをインサイド落ちました。これはどうか、ショートうまくさばいて二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。2番バッター和田、今日は盗塁を決めています。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。この回打った、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、レフトオーバー、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さ
ー、そして打席にはバース入っています。さあ追加点のチャンスです、まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。ライト線へ持っていった、これは大きいぞ、入った、ホームラン、バース今シーズン第53号のツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。打順は4番石峰。まあ、前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。うん、そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。インコース決まった、打ちました。この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。4回終わって7対4、タイガースのドラゴンズ、これから5回の裏タイガースの攻撃です。そして先ほどは期待に応える見事なホームランでした。これが初球、初球ボール。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。マルティネスが抑えています。ワンアウト、バッターボックスには6番八木、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーなし、打ちました。これはどうだ、マルティネスアウト、ツーアウト、バッターボックス新庄、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ツーアウトランナーありません。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回タイガース三者凡退です。ここまでのハイライトです。1回の裏ワンアウトで2塁にランナーを置いて3番バッターバース、追い込まれてからの一発、タイガース2点を返します。得点圏にランナーを置いて、しかしここはゲッツー、同点とはなりません。2回の裏このチャンスの場面、しかしバットに当たりません。同点のチャンスを逃します。さらにこの回一打同点という場面、1番亀山、初球を叩いてタイムリー、タイガースここで追いつきました。チャンスの場面、しかし空振りの三振、勝ち越しのチャンスを逃します。3回の裏ワンアウト一塁の場面、5番バッターオマリー、勝負に来たところを捉えました。タイガース一振りで勝ち越し。4回の裏ツーアウト二塁の場面、迎えるは3番バース、初球から狙っていました。タイガース2点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16又吉が3番手としてコールされています。さあマウンドに上がったのは又吉、今シーズン4試合目の登板です。打ちました、痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール、アウトコースのチェンジアップ。さあ3球目は何か、
空振り、ワンボールツーストライク。打ちました、痛烈、これはどう、センターへ抜ける、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあ打席には先発の藤波が入っています。ピッチングの調子は今一つだったんで、ここは代打を送ってもよかったと思いますけどね。そうですね。さあ追加点のランナーを追い、バッターボックスには代打の糸井。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。変化球を見極めます。2球目打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、8対4、タイガース4点リードとなりました。ご覧いただきましょう、代打にタイムリーが出て点差を広げます。いや、いいバッティングを見せてくれましたよね。ここでの追加点は願ってもないことでしょう。打順はトップに帰って亀山、タイガースこの回1点を入れています。さあ4点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。最初は変化球できました、ボールになります。2球目打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、これで4試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー2塁1塁。さあ初球は何か、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、9対4、タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。バッターボックスバース、ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割。インサイド落ちました、強打抑えてワンアウト。バッターボックスは4番石峰、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトになっています。いいコースですが外れています。2球目打ちました、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸び、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。らしいホームランを見せてくれました。バッターボックスは5番オマリー、タイガースホームランで得点を挙げています。初球打ち、壁掴んで2アウトです。6番バッター八木、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。初球大きく外れています。ジャストミート、伸びていく、この打球はフライになっています。積極的に行きましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース5点を追加しています。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは梅津、今シーズン6試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球打ち、浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス梅野、さっきツーベースを放っていますからね。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いている。打ちました、強打、1塁送球アウト、ワンアウト。打席には9番バッター糸井。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、
そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。打った、ライトに強い打球、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース。ここでタイガースダイソーを送ります。さあバッターは島本、そのままバッターボックスに入ります。まあ、続投ですか、どうなんでしょうかね、変えてもいいと思いますけど。そうですね、はい、さあ次バッターボックスには代打の松永。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。それではバットが出ません。ストライクです。打ちました、ライトの前落ちる、バックホームする、これで4試合連続安打。ワンアウトランナー3塁1塁。初球は何で来るか、初球空振りです。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですから、ランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。これもアウトコース、ボールになります。スリーボールツーストライク。痛烈、これはどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。タイガース15対4、タイガースなおもチャンスです。バッターは3番バース。際どいコース見送っています。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには4番石峰、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は4割8分5厘となっています。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックスオマリー、初球打ち高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターボックスは6番八木。タイガースホームランで得点を挙げています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。空振り、落ちるボールです。ノーボールツーストライク。打ちました、ファウルになります。